身長美容石学科生成形外科専門医身長瀬戸こと田辺です。今日もですね、全身全霊でね、身長に関すること配信していきたいと思います。身長と増した人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日なんですけど、ズバリなんですけど、無料最終身長予測やりますってことですね。前回ね、動画でもお話しさせていただいたと思うんですけどね、開業3周年ということで、皆さんにやっぱり、ね、今までのねお礼ということも含めてですけど、皆さんのね最終予身長をバシバシ予測させていただいて、またねこの動画をね楽しく、見ていただけるきっかけになればというふうに思いますので、ぜひね、無料で最終身長を、ね、知りたい方は、ぜひね、この動画のコメント欄の方にどんどんコメントの方を記載をお願いします。それで今からそのコメント欄に記載する方法をお伝えしていきたいと思います。準備よろしいでしょうか。ということで、いつもと同じなんですけど、まず一つ目ということで、チャンネル登録をお願いしますということで、YouTube のチャンネル登録ね、しましたってところを一つ記載してください。次、2番目ということで、過去に予測されていれば、過去の最終予測の方で、ね、記載してください。もちろんね、ご覧いただいている方とかですね、あとは、ご覧いただいてなくても、予測された身長があれば、私が予測したものでもいいですし、他のクリニックさんとかで予測された数値があれば、ぜひそういったところを2番目に記載してください。3番目が性別ってことで、当然なんですけど、男性なのか女性なのかね、そういったところを記載されてください。4番目ってことで、現在の年齢、月齢、そして身長の方に記載してください。次、5番目ってことで、過去の年齢、月齢、身長、できるだけ多くってところで、過去のデータが多ければ多いほど正確に予測できますので、たくさんね情報を書いてください。繰り返しお伝えしますので、最近もう大丈夫だと思うんですけども、中3で何センチとかね、そういった記載の方法は全然分かりませんので、必ず10歳何ヶ月とか、何歳何ヶ月何センチっていうふうな記載の方法でお願いします。次、両親の身長ということで、お父さんの身長とお母さんの身長と、そちらの方記載されてください。で、遺伝身長の方を計算できる方は計算されてください。次、7番目、早熟か晩熟かということで、ここら辺はね、漠然とでいいですので、自分がね早熟なタイプなのか晩熟なタイプなのか、過去の動画を見て、お分かりいただける方は少し記載されてください。分からなければ分からないというふうに記載していただいて大丈夫です。それで最後、8番目ということで、身長に対する熱い思いや身長先生の応援メッセージということですね、どうして身長伸ばしたいのかとか、そういったところがすごく重要になりますので、こういった機会を通してですね、改めて何センチになりたいのかとか、どうしてねそういう風な身長が高くなりたいのか、本当にね、単純にモテたいとか、そういったのに十分だと私は思います。本当にそういったね、比較的本能的な欲求に近い部分が身長っていうのは大きいと思いますので、そういったところに書いていただいて、あとね、私への応援メッセージを記載していただくと、このね無料最終身長とかね、今回もうまくね乗り切れるかなというふうに思いますので、こういった形でね、ぜひぜひコメント欄の方に、ね、ご記入お願いします。というで、コメント記入例ということで、1、チャンネル登録しましたと、2、前回予測170が174でした、3番男性ですと、4番15歳6ヶ月168.5センチですと、5番目ってことで、14歳6ヶ月 165.5、 13歳3ヶ月 158.5、 10歳9ヶ月 140.7、こんな感じでね、記載どんどんしてくださいねと。6番目に関して言うと、両親の身長と、そして7番目が、分からないと。で、8番目ね、バスケット日本代表になりたいんだよとかね、そういった、ね、思いを書いていただいて、ぜひね身長予測のね私の回答をお待ちください。それではね、たくさんの応募お待ちしております。開業3周年ね、本当に皆さんありがとうございます。これからも一生懸命頑張っていきたいと思います。それではまた。